さあ大光、昨日のゲームなんですけれども、最後気が気じゃない展開だったと思うんですけれども、9回2アウトから大光1本出ましたですね。そうですね、ちょっとね、なかなかこう継投でね、いいピッチャー来て、最後1イニングずつ来られてっていうところで、ヒットは出てなかったんでね、こう嫌な感じだったんですけど、最後なんとか1本打ったっていうだけなんですけどね、でも本当、よく打ったと思いますよ、大丈夫は。そうですね、かつてのね、古巣の球場で、本当にあわやホームランかというね、もうひと伸びすればという当たりでしたが、でも野村大地選手なんですけれども、ここのところ、その5試合連続ヒット中で、その間、2本ホームランも出てて、その他長打もあったり、5打点ということで、1軍にまた戻ってきたから、ここのところ、また頑張ってくれてると思うんですけれども、いかがですか。そうですね、1回ね、調子崩して、ファームに行きましたけど、ファームの方でもね、すごく、いい打撃を見せてくれてね、本当に、一軍に上がってきてからは、今現在で言うと、やっぱり、不動の5番っていうかね、やっぱり勝負強いところもありますし。本当に彼のいい持ち味っていうか、そういうのを出してくれてると思いますね。で昨日ですね、勝ち星、残念ながらつかなかったんですが、隅田投手もですね、7回2失点、力投したということで、次回、もう1回チャンスがありそうかなというところで、そこで2桁っていうところですかね。そうですね、なんとか今年ね、1年間、ローテを守ったね、隅田、今井、竹内とね。みんな9勝なんで、あと1勝ずつなんでね、なんとかこの先発ピッチャー3人は2桁勝ってほしいなとは思ってますけど。ですね、さあ今日の先発は菅井伸也投手ということで、プロ初勝利、7月15日、バファローズ戦、投球見事だったんで、時のようなピッチングをね、ホークス優勝チーム相手に見せてほしいと思うんですが、いかがですか。前回はファームでの登板もね、完璧な内容だったんで、状態はいいと思いますし。相手はね、強いですけど、もう若者らしくね、思い切っていけるところまで行ってほしいなと、そういう中で、しっかり自分の投球、緩急をつけながら、相手に的を絞らせないような、そういう形を作ってくれれば、本当、期待はすごくしてます、今日は。やっぱりその大光が考える一番いい部分というのは、やっぱりその先ほどおっしゃった、いわゆる緩急というところになるわけですが、菅井投手で一番いい部分というのは。緩急がちょっとついてないような気がするんで。そうですか。どういうところでしょうか、一番彼の持ち味というか、こういうところが出ればいいなっていうのは。やっぱり一番はまっすぐの、まずは力なんですけど、やっぱりまっすぐの力があって、それをね、きっちり、まずは基本がまっすぐなんで、そこから、ある程度いろんな配球しながら打ち取っていくっていうところなんで、とにかくまずはまっすぐ思い切って投げてほしいですし。本当は腕を振ってね、フォアボールを怖がらずに、やっぱりいってほしいなと思います。でも、来シーズンにつながるね、本当にもちろん勝利はもちろんなんですが、そういう何かを、ね、菅井投手、掴んでほしいですよね。そうですね、来シーズンね、ローテに入ってくるかどうかっていうぐらいな位置にいると思うんで、とにかく今日の多分シーズン、一軍では最終登板になると思うんで、自分の納得のいく。ピッチングをしてほしいなと思いますけど。さて今シーズンですね、こうしてカード頭中心に監督代行にお話を伺ってきましたけれども、シーズン中お話を伺うのは今日で一区切りとなります。5月の末から松井監督休養後に監督代行にお話を伺ってまいりました。ファンの方もですねインタビュー楽しみにしてたと思いますけれども、代行も久々にこういう形でレギュラーのインタビューされていかがでしたか。当然、私からファンの方にね、メッセージを発信するっていうことも、大事なことだと思いますし、あまり歯切れのいい答えはなかったというような気がしますけど、とにかくね、もうあと少しね、しっかり頑張っていきたいと思いますけど。